蒸れる、雨で本当に蒸れる。綺麗なお花ばっかりね紹介してたんですけど、現状ね結構蒸れてます。なのでその辺をねちょっとねお見せできたらいいなと思って、今日はねあえてこう綺麗な状態じゃないもの何気にたくさんありますので、そちらの方を見ていただけたらと思います。はい、まずはじゃあ桃色ハートの株元がどうなってるかちょっと分かりやすいようにアップにしましたよ。どうだろう、分かるかな。はい、こんな感じです。きっと皆さんもこんな感じで困ってるんじゃないかなと思いますけど、葉っぱがもう蒸れちゃって、取っても取ってもまた蒸れちゃうっていう感じだと思います。これはみんな一緒。よいしょ。はい、こんな感じの葉っぱいっぱい。やっぱり取っても取っても取ってももう毎日雨、毎日雨だから取っても取ってもこんな感じ。こんなの取ってもまた下には同じ。きっとみんなと一緒。はい、こうやってね蒸れた葉っぱがいっぱい。一応これでも軒下の方に入れて、花柄はね昨日ちょっと取っちゃったんですけど、やっぱりもう花柄も花が咲いても咲いても咲いてもみんなすぐベタベタになっちゃう。これならまだいいんですけどね。ちょっとね、状態のいい綺麗な花を中心にお見せしてたんですけどね、やっぱりこれでもだいぶ状態いいんですけど、やっぱり株元はねどうしても蒸れますね。はい、こんな感じです。次行ってみましょう。はい、これが前にお伝えした根腐れしちゃったミリオンベル、ちょっと植え替えてみたんですけど、ダメ。こんな感じ。おそらく根っこはもう腐っちゃってると思います。一応開けてみます。はい、もう白い根っこ出てないから、これはもう根腐れしちゃってダメになっちゃいました。結構ね手間暇かけて、一生懸命やったつもりですけど、やっぱりどうしてもねこういうことはあります。なのでこれは仕方ない、次につなげましょう。何がいけなかったかな、土だったり水やりだったり、まあその辺なのかな。はい、ということで来年この辺をどうしていこうかって、まあ、考えながらね、やっぱり次につなげる、もうこれは仕方ない。はい、ということでこれは残念でしたけどこんな感じ。さあ続いていってみます。これが98円のブルーのペチュニア、98円のペチュニアを本気で仕上げますっていう企画でね、こっちが摘心なしでこっちが摘心ありでね、一度こう結果を見てもらったと思うんですけど、やっぱり下葉が蒸れてべちょべちょになっちゃいます。昨日蒸れた部分をだいぶ取ったんで少ないんですけど、もう全体的にこんな感じで、毎日毎日雨でもうべちょべちょになっちゃう。すぐに大変。摘心した方こっちはこっちで、そうですね、昨日ねちょっと下葉を取っちゃったので、綺麗な状態にはなってはいるんですけど、やっぱりこれもまた1日2日経つと、みんな葉っぱがベタベタになっちゃいます。はい、まあこんな感じですね。で、98円のペチュニアなんですけど、とりあえずこのまま植え替えて様子見ようと思ったんですけど、こっちなんかも摘心してちょっと葉っぱの出方なんか見てると、やっぱり結局前に仕上がった感じとね同じようになりそうなので、この企画は、一旦ね終了して新しい何かね、やりたいと思います。そんな感じでやっていきたいと思います。それで98円のペチュニアの白だけは綺麗に育ったんで、ちょっとねその様子を今見たいと思うんですけど、はい、今切り戻ししてこんな感じ。前の映像があればそっちの方を見ていただきたいと思います。でこれがすごいですよね、98円のペチュニアだけどまとまりが良くてなんかいい、コメリで買った98円の白のペチュニア。はい、そんな感じで
1週間ぐらい前に切り戻しました。やっぱり一回満開の花が咲いて綺麗になったんですけど、その後もう梅雨で雨で花はもう毎日花から取らなきゃいけないし、下葉はもうどんどん腐るし、まああのままの状態をね維持しててもあまりいい状態にならないなと思ったんで、一回バッサリいっちゃいました。はい。でこんな感じにしてあげれば花がら摘みとか下葉の処理、そういう手間がなくなって、また梅雨が終わった頃に元気に咲きますので、やっぱり梅雨前にね切り戻しをした方がいいかもしれませんね。はい。で梅雨前に切り戻ししたものもあるんで、そっちの方はねまた最後に見せたいと思いますんで、もうちょっと元気のないものありますんで、そっちの方を見ていきましょう。これは引き続き育てたいと思います。もう一回綺麗になると思います。はい、こちらが少し前に紹介したカリブラコア。言いづらい。カリブラコア。はい、カリブラコアなんですけど、やっぱり紹介したのが、いつだっけな、3日ぐらい前だったかなと思うんですけど、その時はまだ良かったんですけど、あれからずーっと雨なんで、軒下には置いていたんですけど、強風で雨がかかるから、わかりづらいかな。花もやっぱり傷んできますし、下葉カビ生えてるな。ちょっと近くで見てみましょう。はい、こんな感じ。もうカビ生えちゃってますよね。はい、こんな感じです。回してみても、はい、やっぱりこんな感じですね。多分これを取ったとしても 2,3 日後には同じような感じになってると思います。で、中心付近、これも一回きれいにしたんですけど蒸れてます。はい、やっぱりこれだけ大きくなっちゃうと株元が結構傷みます。なのでもう切り戻ししようかしないかっていう感じですね。はい、結構本当に豆に手入れをしてるつもりなんですけど、1日2日であっという間に傷みます。今度日日草、この間植えたばっかりの7色の寄せ植え、あれもちょっと様子がおかしいんで見てみましょう。大きい鉢なんで直置きでちょっと見てみましょうか。一見綺麗なんですけどね、植えたばっかりですけど、ちょっと中心のお花が怪しいんですよね。はい、これもちょっと近くで見てみましょう。この中心の子、一番中心のこの株、ピンクの花のこの株、葉っぱがちょっと内側巻いちゃってますよね。ちょっと様子がおかしい。本当だったらこうやって葉っぱがシャキッとしてなきゃいけないんですけど、この株だけは葉っぱが内側向いちゃってちょっとおかしな感じ。やっぱり一番真ん中なんで風通しが悪かったりそういうことでね、根腐れぽいですよね。もうちょっと様子を見て、いけなかったら同じ色を買ってきて植え替えたいなぁと思ってます。はい、今度はロベリア。ロベリアはね、一回切り戻しの動画撮ったと思うんですけど、あれからだいぶね花が咲いてきました。後で中心部分見せたいと思います。気になるのがこれあれ、一本だけ緑の生き生きしたやつあったんで、なんとかしようかなって思ってたら、今見たら芋虫が一匹いて一日で食べられちゃいました。うわー、ダメかな、びっくり。これもやっぱり蒸れてしまって、3色一緒に切り戻ししたんですけど、一番これが調子悪くてどうかなって思ってたんですけど、何もなくなっちゃった。根っこが残ってればどうかな、風通しはいい。もう何もないから。昨日まで1本あったんですけど、これなんだろう、こぼれ種で咲いてくれないかな。はい、これがブルー。あ、まあまあいいですよね。はい、やっぱり切り戻しして新しい芽が出るとそっちの方がね元気で生き生きしてるんで蒸れにくい。次はこちら。ちょっとカビ生えてるかな。はい、
こんな感じですね。まあ一度切り戻ししてるんで、なんとか持ちこたえるとは思いますけど、こっちの紫ダメかな。はい、まあまあ一生懸命やっててもこんな風になっちゃうんで、やっぱり梅雨は大変、もう本当大変。今年は特に YouTube 始めたんで、本当に特に手をかけてね見てあげてたんですけど、それでもやっぱりダメな時はダメ。はい、続いてじゃあどうすればいいのかってことなんですけど、やっぱりなんだかんだいいのは梅雨前に切り戻しをしてあげる。はい、ちょっと YouTube をしてた都合ね、全部を切り戻しちゃうと見せるお花がなくなっちゃうってことでね、極力切り戻しはしないでいたんですけど、トラネコの方をちょっと見てみましょうか。はい、こんな感じで元気に茂ってるんですけど、6月の24日に動画出してると思いますね。ペチュニアの切り戻しはこちら、参考になるよ。その時に切り戻ししました。結構思い切って切り戻ししたんですけど、はい、ここまで葉っぱができました。その時の映像があれば出したいと思います。はい、できました。これから2週間経ったのがこちら。はい、そんな感じで今は元気にね、葉っぱ新芽を出してここまで来ました。あっという間ですね。株元もやっぱり新しい葉っぱっていうのは蒸れにくいし、切り戻ししたんでね、風通しもやっぱりいいですよね。なのでそんなにべちょべちょにならないですね。花もちらほらと咲いてきました。やっぱり梅雨前の切り戻しは結構大切かなって改めて思いますね。はい、こちらは江戸絞り。江戸絞りは前にね、4種の培養土で成長の違いがどうかなっていうのを試して、まあその後に切り戻ししました。本来だったら梅雨入り前に切り戻しをしてこういう状態にね仕上げておきたいところだったんですけど、これは梅雨後ですね、5日前に切り戻しをしました。新芽もちらほら出てきてるかな。はい、こんな感じです。もう一個、こっちはコメリの培養土を使ったんですけど、株元の葉っぱはね一番綺麗だったのがコメリの培養土でした。なのでちょっと新芽がね、見えにくい、葉っぱがいっぱいあるから。でもどっちもね順調に新芽出てきてますね。まあ多分こっちもあと10日もすればこのぐらいいくんじゃないかなと思います。はい、ちょっとね根腐れのリスクとか多少上がっちゃうと思うんですけど、今理想の時期ではないかもしれないんですけど、切り戻しせずに毎日ベタベタ花も葉っぱも腐っちゃうっていうんであれば、切り戻しにチャレンジしてもいいかもしれないですね。はい、仮に切り戻しをしないで花をね咲かせていたとしても、毎日花が腐っちゃって葉っぱが腐っちゃって綺麗な状態を楽しめないんですよね。それだったら一度ね、まあ梅雨前とか梅雨に入ってからでもちょっと遅いけど、一回切り戻しをしちゃってリフレッシュしちゃう。で、その方がね、梅雨明け後にね、多分すぐに満開の花楽しめると思いますんで、いいかもしれませんね。植え込み直後のこう摘心とかはね、してもしなくてもどっちでもいいんじゃないですかって言ってるんですけど、切り戻しっていうのはその摘心とは違って、一度ね、バッサリカットする。で、風通しを良くしてあげて、株元の群れを防ぐっていう役割があるんで、やってあげた方がいいかなって気はしますね。はい、改めて。で、ちょっと面白いんですけど、せっかくこれ切り戻しをしたんで、その時に刺し目これだけやってあげました。で、今の時期ですね、だいたい刺し目っていうのは6月までが一番いい時期ってされてるんですけど、なので自分で一回やってみて、まあどれだけね成功するのかっていうのをね見たいと思ってやってみました。なんなら8月にもね一回刺し目の方やって、まあどのくらい成功するのかなっていうのも試したいと思ってます。
はい、まあそんなことで失敗は失敗で、まあね、こうやってお見せしていきますので、どれだけ一生懸命やってもね、枯れちゃう時はやっぱりありますよね。うん、プロの方はどうかわかんないけど、やっぱり結構手かけてるんですけど、こんなんなっちゃうし、これもベトベトだし、さっきの桃色ハートも株元ベトベトだし、芋虫に食べられちゃうし、綺麗な状態保てなくて慌てて切り戻ししたし、まあそんな感じで、とにかく毎日毎日毎日雨なんで仕方ない、軒下に置いててもこんな、まあ失敗は失敗でね、仕方ないということで、とりあえずお見せしとこうと思って、はい、こんな感じでやってみました。失敗大切ということで、それでは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 、忘れてた、刺し目のポーチラカです。順調、大きくなりました。5月14日に刺し目してるので、1ヶ月と3週間ポーチラカの刺し目、全部刺し目、強い、白が弱いな。それでは、隣のおばさんのお花だけど、なんか虫に食べられちゃうし、桃色ハートもやっぱり蒸れてる、サフィニアパープルも太陽がないから間延びしちゃってる、みんな一緒、梅雨明けてほしいね。はい、今日もありがとうございました。いつも見てくれてありがとう。長くなっちゃったけど本当に、それでは、これなんだろう、黒いの。